人民議会副議長当時のミュラー・ビルヘルム・ピーク大統領と握手するミュラー。右端は国防省ビリー・シュトフ大将ヴビンチェンツ・ミュラーはドイツの軍人。ドイツ国防軍中将を経てドイツ民主共和国の国防次官検参謀総長を務めた。比較職人の息子としてバイエルン王国のアイヒャッハに生まれる。アビトゥーアに合格後、職業軍人への道を選び、 フロイセン王国陸軍に入営。第一次世界大戦が始まった1914年に、将尉に任官し、ドイツ軍事顧問団の一員として、トルコに派遣される。戦後も軍に残り、公平大隊で、小隊長を務める。1923年に、ベルリンの国防省に転属となり、1933年まで、軍部の有力者、クルトホンシュライヒャーの下で働く。 その間1926年から1927年まで参謀教育を受ける。1927年に少佐に昇進。1931年まで国防省政治部に勤務。その後ミュンヘンの第7公平大隊で州隊長を務めた後、ミュンヘンの第三軍管区司令官顧問を務める。1933年から1935年まで。 第7軍艦駆動員局設立責任者を務めた、後、1937年まで陸軍参謀本部動員課長。陸軍大学で学んだ後、第二次世界大戦中の1940年まで第二軍集団主任参謀。1940年から1943年まで第17軍参謀長を務め、東部戦線のザコパネにあった。同年少々に昇進。 野戦病院への入院を経て中将に昇進し、第4軍前下の第56不評師団長に任命された。ソ連軍による1944年のバグラチオン、作戦により7月3日に第4軍が包囲されると、軍の指揮を引き継いだが、7月8日に降伏し、ソ連軍の捕虜になった。捕虜収容所にある間は、ソビエト連邦当局が、ドイツ軍捕虜に結成させた。 自由ドイツ国民委員会やドイツ商工同盟に加入し転校した。釈放後の1948年に東ドイツのドイツ国民民主党に加入。1949年から1952年まで党代表代行及び人民議会副議長。1952年に中将として内務省に入り、第一次官及び内務省参謀局事務部長。 1953年に、平人民警察隊長代行及び参謀長に就任。1956年に国家人民軍が設立されると、国防省に転じて、次回県参謀総長に任命された。この当時、バイエルン時代の旧友である西ドイツのフリッツ・シェーファー、財務省と東ベルリンで秘密裏に会談し、分裂した東西ドイツの和解について話し合っている。 しかし、ドイツ国防軍の元交換という前歴は、ミュラーの政治的足かせとなり、徐々に権力を縮小され、1958年2月には退役させられた。1961年に、東ベルリンにある自宅のバルコニーから転落死したが、神経衰弱及び健康悪化による自殺と断定された。ありがとうございます。